皆さんこんにちは。今日は、リエブル・アラ・ワイヤルを作っていきたいと思います。僕もかれこれ10年ほどリエブル・アラ・ワイヤル作ってるんですけども、YouTube ですと、動画があまり見つかりません。フランス語、英語、日本語とありますが、まあ、ある程度あります。しかしあまり見つからないですね。なのでまあ僕はまあ本を見て、あとは一緒に働いてる人のレシピをこうね、いろいろ研究して合わせて今まで作ってきました。ということで今日は、動画でリエブル・アラ・ワイヤル作り方を1から10までもう全て見せます。もう事細かに見せたいと思います。レシピに関しては、またね、あの下の、概要欄で説明していきたいと思いますので、もう作り方を1から10まで今日は全て見せます。ということで行きましょう。ではこちらがリエブルをさばいていくときに使う、道具になります。では早速さばいていきたいと思います。まず腹の皮ですね。こちらに包丁を入れまして、内臓を傷つけないように切り込みを入れていきます。くれぐれも腸管を破らないようにしてください。では、尻尾ですね、こちらを切り取ります。この時も、肛門を傷つけないようにしてください。中から排泄物が出てきてしまいます。丁寧にゆっくりとやれば大丈夫だと思います。ではこちら、肛門の横の骨ですねと肉の間に包丁を入れまして、肛門の周りにある骨をこんな剪定バサミで切っていきます。なぜかと言いますと、骨と腸管を同時に外したいと思います。そうすることによって中の排泄物の、流出を防ぐことができます。くれぐれも排泄物を外に出さないように丁寧にやってください。今少し出たのが見えますね。こうなりましたら、紙などで押さえてください。排泄物が肉につきますと匂いの原因になりますので、くれぐれも外に漏れないようにしてください。では上ですね、上が今切り取った部位が胃袋と肝臓になるんですけども、こちらを包丁で外しますと上から順に小腸、大腸と外すことができます。この時も力強く引っ張らないでください。腸管を傷つけてしまいます。丁寧にゆっくりと破らないように外していきましょう。くれぐれも排泄物を外に出さないように、こんな感じで外れます。では見ていきましょう。肝臓、胃袋、あと小腸、大腸ですね、腸管になります。肝臓、こちらは詰め物に使っていきます。では次は、胸部、胸の肋骨のところを切り開いていきます。中には心臓、肺、あと血ですね、血の塊等が入っています。見えるのは血の塊と、肺ですね。肺、心臓、これすべてあの詰め物に使ってきますので取り置きます。上の食道もついてるんですけども、そちらから引っ張りますとすべてきれいに外れます。心臓、肺、血の塊です。あと、見えるんですけども、この中に血が入っています。こちらの血も詰め物で使ってきますので、丁寧にこんな感じで、穴が開いたバットの上で作業をするととても作業がしやすいです。ではまな板の上に、布もしくはキッチンペーパーなどを引いて作業していきましょう。滑り止め防止と、あと汚れずに済みますので、このように作業するのが良いかと思います。では胸の部位から、皮、肉、骨を外していきます。この部位はあまり肉はついていません。こんな感じで、肋骨に沿って肉と骨の間に包丁を入れていけると簡単に外すことができます。反対側も同様に外していきます。そうしましたら、こちらについているのがフィレ肉ですね。フィレミニョンと言われる部位です。こちらも骨に沿って外していきます。こちらも詰め物に使いたいと思います。くらした肉の部位ですね。骨と肉の間にまた包丁を入れますと簡単に外すことができます。いずれの部位も、背骨の、一番奥の部位まで、背骨の奥までしっかりと包丁を入れてください。
そうしますとその後、皮と、骨を外すときにとても作業がしやすくなります。首元の方ですね、こちらも外していきます。あまり勢いよくやりますと、皮に穴が開いてしまいますので丁寧にやっていきましょう。今包丁を入れている部位が、ももの付け根の関節ですね、外しまして、そしてこの肛門の周りに、まだ骨があるんですけども、ここの骨と足の骨を外していく感じですね。そして逆関節を切れますとこんな簡単に外すことができます。この部位は入り組んでいますので先にこのように外しておくと作業がしやすいです。では今首を切り外しましたね。そしてもう一度背骨の部位までしっかりと切り込みが入っているか確認していきます。反対側も同様に外していきます。とにかく少しずつ丁寧に、皮を傷つけないように外していきましょう。焦る必要はありません。骨、肉、皮を剥がしていくイメージです。まだ少し背骨の奥に筋がついていますね。こんな感じで骨と皮を剥がしていくことができます。最後まで慎重に剥がしていきましょう。くれぐれも穴を開けないように慎重に剥がしていってください。こんな感じで外すことができました。ではあと骨が残っているのは、前足後ろ足の部位ですね。こちらの骨も外していきます。まあ、こちらはまあ鶏もも肉などと、ね、形状は同じですので複雑ではないと思います。こちらの前足に関しては、子羊肉の、エポールダニョって呼ばれる部位ですね。前足の部位と構造が全く同じなので、以前の動画でも子羊をさばいたことがあるんですけども、そちらでも詳しく説明しています。こんな感じでここに肩甲骨三角形の骨が入っています。こちらをまず外します。関節を剥がしますとあとは手で剥がすことができます。こんな感じで手でこの三角の骨を持ち上げますと簡単に外れます。三角形してますね。あとは、前足の腕の部分ですね、先端、特に先端は筋ばかりで肉がついていないのでこんな風に切り離してもらって構いません。もも肉、こちらは鶏肉ともうほぼ一緒ですね。形状はももの付け根のまず太い骨を外していきます。こちらも先端は筋ばかりなので一緒に外します。こちらはソースに使っていきたいと思います。では反対側も同様に同じ作業を繰り返していきます。では反対側は少し早送りで見たいと思います。まあ、同様の作業ですね。外します。この外してる間にも、散弾銃の弾を見つけることがあるんですね。この弾が結構入ってることが多いので、手で触りながら玉がないかどうかしっかり確認してください。これ玉が残ってると、食べるときに、歯が割れたりすることがとても危険です。すべての部位をこう手で触りながら、あと目視でも分かるんですけども、玉がないようにしっかりと取り除いていきましょう。残っていると危険です。では今触っている部位が、フィレ肉ですね、セロースの部位になります。こちらを、皮から外します。どうして、セロースを皮から外すのかと言いますと、巻物をした時ですね、バロティーヌを作った時に皮とこのセロースがついていますとこの筋のせいでまっすぐ仕上がらないことがあるんですね。それを防ぐためにこのように外してまた合わせまして巻いていきたいと思います。こうすることによってまっすぐ綺麗なバロティーヌに仕上げることができます。こんな感じで外していきます。ではこのような感じに広げて、次ですが、もも肉です。もも肉なんですが肉の厚みがあるためこれを少しヘイで、
肉の厚みを薄くします。両サイドのもも肉の肉の厚みを薄くします。次フィレ肉なんですけども、広い部分、狭い部分、あと厚みがある部分と厚みがない部分がありますので、こちらも均一にそれでいきたいと思います。こんな感じで半分ぐらいですねの厚みに切り落とします。切り落としたものは薄い部分へとつけて厚みを均一にします。次は幅ですね、幅が広い部位がありますので、こちらも切り落としまして、幅が狭い部位にその肉をあてがい、幅を均一にします。上についている白いものですが筋になります。筋は長時間煮込むことになりますので、取らずにそのまま煮込み続ければ柔らかくなります。ではこのようになりましたね。今ですね、三段重の玉が見つかりました。このように各所に玉が入っていますので、しっかり手で触って取り除きましょう。そして今出したのが瓶なんですけども、綿棒でも結構です。こんな感じでもも肉、前足の部位を重点的に叩いて厚みを整えます。厚みを均一にします。腹、足、前足と同じ厚みになるようにしっかり叩きます。これでほぼ同じ厚さになったと思います。背肉2本がこんな感じで真ん中に残ります。では今外したものですね、心臓、肝臓、肺、前足、後ろ足、骨、もも肉、フィレ肉になります。すべてソースや詰め物に使っていきます。捨てる部位はありません。では今、開き身にした、リエーブルを、こんな香草、ニンニクと酒でマリネしていきたいと思います。まずは薄く切ったニンニクを下に引きまして、香草、タイム、ローズマリー、ローリエを引きまして、その上にボルドーのワインですね、こちらはマリネ用です。ワイン、その次がアルマニャック、コニャックでも結構です。私は、いつもアルマニャックを使用しています。その上に今開いた身を丁寧に広げて、全体がしっかりとマリネできるようにします。同様に上にもニンニク、ローリエ、ローズマリー、タイム、そしてワイン、赤ワイン、アルマニャックを振りかけます。これで約一晩ですね、8時間ほどマリネしていきます。今最後にかけたのは、菜種油です。こうすることによって、香草とニンニクの香りが、肉に移りやすくなります。ではフィルムをしまして、しっかりと押さえてマリネしやすいようにします。ではこれでリエーブルのさばき方を終わりたいと思います。前編3回に分けてお送りするんですけども、第1回目はさばき方、第2回目は、詰め物と巻き方をお見せしたいと思います。ではどうもありがとうございました。